はい、どうも、おもるさんです。ちょっとね、雨が降ってるからカメラ回しながらね、ほとんど歩けないんですけど、もうね、建物の近くには来てるんですけどね。うわー、雨やばすぎだろ。この歩きながら撮る感じもね、懐かしくないですか。今日はね、モル散歩超特別編、もう本当に超特別編。はい、到着しました。ここはですね、6階、アイニューって読むのかな、トータルアイプロデュース&ネイルね。外観もね、雨が降ってて撮れないので、住所とね、 URL 下の概要欄に貼っておくので、ぜひね、そちらを参照してください。同期のね、女の子、正確に言うと元同期のね、もともとオーシャンで一緒に働いてた女の子がこちらの店でね、アイリストデビューしたから、ぜひ切りに来てくれと連絡もらったんですけど、ちょうどね、コメント欄でね、眉毛の動画を上げてくださいっていうコメントがすごく多かったので、ちょうどいいかなということで、今回は元同期のお店にお邪魔したいと思います。はい、というわけでお店の中に到着しました。何の拍手なんだそんなに拍手することではないでしょっていうね。じゃあ自己紹介を。アイリストしてます、北条かなめです。お願いします。はい、で今のところ全部カットしてる嘘でしょ1年ぐらいオーシャンにいたんですよ、あの同期で。最初はいたんですよ、最初はね、ちょっとだけで。今はなんかいろいろやってんでしょ。いろいろやってます。ヘアもやってるし、ヘアもやってるし、まつげもやってるし、まつげもやってるし、眉毛もやってるし、眉毛もやってるし、でもうちょっとでネイルも勉強します。ネイルもすごいね。ホワイトニングもやってるみたい。あ、ホワイトニングここのお店で眉毛やりながら歯白く一緒にできるんで、あの歯の矯正は、矯正はちょっとできないんですけど最近ね、あの歯並び悪いですねってコメントが来たけどやばいやばいやばい、まあ、いっぱいねやってるってことで、今日はとりあえず眉毛でいいのかな。はい、眉毛をやらせていただきます。眉毛をやっていただこうかなと、はい、そう、噂によるとね、翔平パイセンがここに眉毛をやりきてるらしいんで。そうです、結構長い間来ていただいて。あ、そうなんだ。動画も上がってるみたいなんで。あ、そうなの。 YouTube 見て来てくださる方もいっぱいいるんで。場所いいもんね、ここね。そうです、駅から近いしね。近いです、一本道なんで、うん、あ、そうなの。じゃあ早速やってもらいます。イエーイ。あ、いっぱい道具がありますね。この辺はね、まだわかる、なんとなくね、ハサミとこれね、毛抜きとブラシとね、なんかあのシャ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 ってやつね、うん、シャシャシャってやつ。何この紙は。これがワックスで剥がすペーパーになります、うんうん。あ、じゃあワックス塗ってこの紙をこうペトってつけてピシッってやるみたいな。お、ちょっとあれだね、 YouTuber 要素がすごい絡んでるね。これ、これがワックスは温めるやつか。どんな感じなん。こんな感じの。はあ、じゃあこれで後でね、ちょっとヘアセットの方をね、させていただこうかなと。そういうワックス。はい、そのワックスじゃないんで、髪の毛ごっそり抜けちゃう。いや、それちょまずいね。髪ごっそはまずいね。髪ごっそになるかもしれない、うん。これ溶かした後のやつね。こんな感じです。うわ、すごいじゃん。これちょっとあったかいんで。あ、そうなんだ、はい、結構気持ちよくて寝ちゃう方もいらっしゃいます。ゴスト結構暑かったけど、ちょっと冷まして。あ、そう、俺がレンチンしすぎだそれはあるかもしれないでもゴストとワックスの種類が違くて、あ、こっちの方が柔らかい。これ柔らかいやつはどういう特徴があるの。顔用です。あ、顔用なんだ。ハンダヘアとは濃度が変わってきます。で、樹皮を溶かしたワックスになるので、天然成分的な。そうです、肌に優しいワックスになってます。なるほどね。はい、生地知識があるから先に言っちゃうよねいきます。はい、かたどってきます。かたどっていくんだ。はい、あー、そういうことか。まずは骨格に合わせて、うんうん、いろいろ形、希望を取ったりもするんですけど、うん、男性は結構どうしたらいいか分かんない方が多いので、うん、そういう方は骨格に合わせて似合った眉毛をこちらで提案させていただいてやっていきます。へえ。女の人は結構化粧するんですけど、うん、男性は最近浸透し始めたかなぐらいなんで、うんうん、どうしていいか分かんない方がやっぱまだたくさんいるので、うん、そういう方はお任せしていただければ骨格に合った形にしていきます。あの、こう放置してもらってる方が抜けるんで、ワックスで剃った短い毛だとワックスに絡んで抜けないので。なるほどね。そう、結構来る前に剃ってきちゃう方いるんですけど、だったらもう結構伸ばしきってから来た方がいいんだ。そう、ボーボーの状態で来ていただいた方が綺麗に、うん、
ワックスで一気にいけるんで。ワックスでやるのとさ、普通に剃るのの違いっていうかさ、ワックスのメリットはしばらく生えてこないみたいな。そうです、角質から抜くので3、4週間は生えてこないです。やばいね。けどそれこそ剃ったりしてる毛があると短くて1回で抜けきれないので周期がバラバラに生えてきちゃう。やるなら、まあ、2、3週間放置してから来ていただければマックスで一気に抜けます。なるほど。どれぐらいの頻度でやりに来ればいいの？まあ周期が揃ってきたら3、4週間だし、気になる人は2週間とかでこまめに来る人も。これやばいね。これなんか銀玉でこういう犬いなかった？貞治みたいな。でこの周りをワックスで取ってきます。あ、なるほどね。はい、ちょっと保護してきます。はいはい。多少赤みが出るかもしれないので、あーデート前とかでもいいんですけど赤くなっちゃうからそれは調節して。2、3日ぐらいまで来た方が良さそうだね。そうだね、それがいいかもしれない。暑かったら行ってください。あー、全然暑くない。暑くない、全然暑くない。北海道みたいな感じだね、温度的には。そうだね、気持ちいい暖かさ。確かに。剥がします。はい、早っ。いや急に来たね。すごかったね、今のは。割とすぐもう毛がバッてくっつくんだ。あ、そう、固まる前にペーパーをバッと乗せて。スピード勝負だ。スピード勝負です。へー。なんで大体男性の方はトータル30分ぐらいで終わります。じゃん。お、ゴッソやん。ゴッソ、眉毛はゴッソ。だからさ、ここのさプライベートルームでさ、こんなに喋る人いないでしょ。でもプライベートだからこそ実はみたいな話とか。あー、なるほどね。ちょっと相談室みたいな。そう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 、いい場所だね。男性とかやっぱこういう美容系行きづらい、恥ずかしいっていう人多いんですけど、うん、他のお客さんと会うことないのでちょっと勇気いるっていう人とかは安心して来れるかなって。これは部位ごとに値段違うの？あ、ちょっとだけ。眉毛が5000円、5000円プラスで他が1000円。1000円。鼻下1000円とか。鼻下？おでこ1000円とか。へえ、おでこだと何？おでこ全体ってこと？そうそうそう、産毛。あー、そうなんだ。女性は結構やる人。あー、そういうことか。毛根太い毛だって見せておいてきます。俺この辺の毛のことさ、名前わかんないからホペ毛って呼んでる。かわいい。ホペ毛どうすんの？ホペ毛もワックスで、男性は1000円で。へえ。ちょいちょい確認入るね。そうそうそう。長さちょっと切ります。はい、一回これでオイルで保湿します。ああ、そういうのもあるんだ。そうです、アフターケアみたいな。で、冷やします。これ冷やすのはなんか毛穴閉めるんで、あとちょっと赤いのとかもこれで。あ、ちょっと引くんだ。ちょっと引きます。へー。夏場とか結構前髪短くしてあげる人とか多いから、そういう時期とか特に眉毛ビシッと決まってた方がかっこいいかなと。はい、ビフォーがこんな感じになっています。ちょっとね、マスクしちゃってるからね、全体の印象のね違いっていうのが分かりづらいかもしれないけど、まあ、今ちょっとね昨今例のあれでね、うん、あれがあれなんでちょっとすいませんね。はい、こんな感じです。3週間以上はいじってないね。じゃあね、これがどんな風に変わるのかやってもらいましょう。はい、終わりました。すごいね、見てここツルツルなんだけど、半端ないね。まあちょっとね赤いけど、皮膚がね俺結構薄いからね、もともと赤くなる人もいる、まあ、こっちは赤くあんまりなってないしね。なんか寝不足とか疲れてたりすると赤くなりやすいみたいです。でも数時間するともう引くみたいなんで、めちゃんこ綺麗だね。触ると、え、おー、やば、めちゃツルツルじゃん。あ、オイルのおかげこれ。いや、角質から取ってるんで、剃ったりしてないでちゃんと抜いてるので。あ、そうなんだ。やば。その状態が3、4週間。これやばいね、ツルツル。え、これほぺ毛もツルツルになるってこと？ほぺ毛もツルツルになります。マジで？はい。のほぺ毛もやってもらおうかな。ぜひぜひ。おで毛もツルツル。おで毛はもうパワーワードすぎるだろ。おで毛は無理があるぜちょっと。はい、というわけで今回はお店の名前をねちょっと最初間違えてた。アインニューさんですね。眉毛をやってもらったんですけど、思ってたよりあのゴッソをさ前やったからさ、あれ熱くてさ、自分でやったらなんかこううまくできるのよね。しかもムラになるっていうかさ、うんうんうん、難しいけどね。今やってもらったらめっちゃ綺麗になって、ツルツルになってるし、ツルツル、かっこいい、かっこいい、うん、かっこいい、かっこいい。かっこよくなった、さらに。
来るしかないね。まあ最近はね、男の人でもメイクとかねする方もいると思うし、それこそねさっき言ってくれたみたいに夏とかはねアップバンク前髪上げたりするからね、眉毛とかかなり顔の中心のパーツの一つだしね、かなり大事になってくるとこだし、うん、眉毛とかもねこうやっとけば多分メイクする男の子とかだったらね乗りやすいよね。そうです、めちゃめちゃ描きやすいし、女性も暗かった多いんですけど、うん、やっぱやると、うん、あの自分で朝描きやすいので時短になったりするのでおすすめです。女性も他にもねいっぱいメニューがあるので、ぜひね気軽に遊びに来てみてください。すごい居心地のいい空間でした。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。予約方法なんですけど、かなめちゃんのインスタの DM を送るか、冒頭でね言った概要欄に貼ってある URL から電話とかでね予約できるみたいなので、ぜひ皆さんも来てみてください。というわけで今回はモル散歩の超特別編、元同期に眉毛をきれいに整えてもらおうというねやつでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。